ここはね、山のばらまきです。牧草の肥料を撒いたところですね。ちょっとね、この前来て測ったら、よしよし効いてたなと思ったんだけど、スパッとでね、50は超えてたんだけど、今、5月6日なんですけど、測ると、もう40の前半ぐらいになってるね。これはまだ濃いか。ちょっとね、周りいないからね、こいつ。で、おいしょ。この前、昨日、追肥しなかったんだけど、追肥してもよかったね、これ。で、ちょっとね、結構スカスカになっちゃったんで、雨あと、今日の午後から雨が降るのかな。その後ね、また追肥しようと思います。なんかやってもやっても肥料を欲しがってるような感じがします。足りないんだね。結果的に。この辺ちょっと濃いんじゃないかな。本当は手で押さえながらやるとうまく測れるけど、このね、新しく出た葉より下の葉の方が少し濃いんだよね。これこっちよりも、よいしょ。あ、これ失敗。ね、この新しい葉より1個下測った方がいいみたいです。これ手で押さえてないと本当に難しい。よいしょ。うん、まだいいのかな。ちょうど雨跡に追肥したらいいかなと思います。でもなんか取れなさそうだな、これ。すっかすか。今日は5月12日です。ここはね、山のばらまき。今日また追肥しようと思います。このスパッド系で測ってもね、今のは40後半あるけど、あんまりね、数値高くなさそうなんで。で、細い茎もね、なさそうなので追肥します。まだね、除草剤やってないんで、いろいろ生えてます。尿素をね、追肥します。さて、やりますか。今日はね、少し他の畑もね、ちょっとずつ追肥しようと思います。なんか今年はこまめにね、やってるんだけど、元肥が入ってないから、もう地力そのまんま麦に影響するみたいです。ちょっと大変。こんな感じでね、ちょっともやかかってます。結構いい生育になってきたかもね。倒れなければいいけど、倒れはしないと思うんだけどね、本数が少ないんで。ところどころ鹿に葉っぱの上側をね、食べられてます。なんか春一番の追肥がちょっといらなかったような気がするな。若干葉っぱがこう垂れてる、まあ、本数が少ないから栄養状態がいいのかな、ちょっと分かりません。この前追肥したね、牧草の肥料がいい感じに効いてる感じがします。来年ちょっと牧草の肥料増やしてみようかね。春一番ぐらいにね、3要素の肥料をちょっと追肥するっていうやり方いいかもしれません。さ、適当チャンネル続いてます。こんな感じ。ここはね、一度液肥撒いて硫黄10キロぐらい追肥したところです。ここも追肥します。もうちょっとね、本当は 2,3 日後の方がいい気がするんだけど、もうね、
豆も巻かなきゃいけないし、ちょっとあんまり来週から雨マーク少ないようなので今日やってしまいます。明日がね雨降る予報なので一気に溶かして聞いてもらいます。ちょっとね濃いのもあるけど薄いのも多いかもしれない。これは50超えてるな。やっぱ全然見た目と数値が違う。細い茎もねだいぶ少ないんでもう打ちます。多分係数はちょっと多めだと思いますね。だいぶね島いじくも回復して黄色く見えるようなところはかなり少なくなりましたね。ほとんどは緑色に見えます。ちょっとねこういう淡い感じでね残ってますけど、まあ緑色になってます。5月の15日前後に追肥できるかどうかって結構春からじゃんじゃん追肥してるとできないような早死になってることが多いんですけど、あんまり春早くから追肥しなければ今時期にもね追肥打てそうな早死になってるのが自分では気に入ってます。今振ればもうあと最後もう一回ね仕上げの追肥で終わります。今これでリュウは2キロ追肥したでしょ。そして今ね尿素大体10キロに設定してるんで、まあ、4.5キロぐらい出てるのかな。そしたら窒素が 6.5 キロ追肥してますね。もうちょっとなんか追肥してもいいような気もするんだけど、係数とのね兼ね合いもあると思うんで、ちょっと最近ずっと控えめに追肥してます。最後に5キロぐらいは打とうと思うんで、11.5 から12キロぐらい、元日いないんでね、そのくらいですね。ここ芝居宿全然治ってないね、ひどい。さあね、今日はねこんな感じです。夢力とかね北穂波2品種作るとなんか生育バラバラで追肥するのが大変です。さて次回の適当チャンネルはどうなることやら。いや休日のトラブル、なんかさっき温度計がもうレッドゾーン近くまで行っててオーバーヒートしてるっぽいですね。ちょっとね回せばラジエーターのところのファンは動いてるようなので、なんだろう、わかりません。あとエアコンがもうダメっぽくて、エアコンのスイッチを入れるとバッテリーマークが点滅して、点滅いや点灯だね。もうちょっとお手上げです。